ザスティシスンです。いや、ちょっと買ってしまいました、このゲーム。はい。それは今から15年前に発売され、訂正、13年前かな。はい。まあ2005年に発売され、マルチオンラインプレイ、まあ PVP の先駆け。まあプレステはね、その当時オフライン、まあ一人用が流行ってたんで、私もちまちまデビルメイクライとかやってたんですけど、まあしかし、まあ、2005年にね、はい、マルチオンライン、まあ、PVP かの先駆け、先駆けとなるゲームが発売されました。それがこちらです。バトルフィールド2モダンコンバット、やっていくぜ。よし、というわけで、こちらのゲームですね。こちら PS2 のゲームで、バトルフィールドシリーズで初めて家庭用ゲーム機、つまり今週末で発売されたゲームとなっております。やかましい携帯黙っとけ。はい、俺はバトルフィード2と一緒に今一体感を味わってるんだ、邪魔するな。はい、というわけでオンラインモードもね、一応あるっぽいんですけど、なんかもう終わっちゃってるみたいで、サービスが一応試してみようかなと思ったんですけど、なんかね、 PS2 って LAN ケーブル刺さらないみたいで、あ、めんどくせえっつってやめました。というわけで今回はキャンペーンモード、まあオンラインモードっつってもこの時代はね、確か12対12の戦いなんで、もう戦争っていうか小競り合いみたいな感じで。はい、お、ムービーか、ちょっと見てみましょうか。あ、お、音声ないのか。よし、じゃあアフレコっすんか。あるじゃん。はい、On the one hand, the Republic offers huge amounts of oil and gas reserves to the West. あ、逼迫してるみたいですね。This morning, Chinese troops push over the eastern border around the city of Lepsi to protect their cultural interests. Now with the また中国がやらかしてんのかよ。お前らまた4でもなんかやってたけど、ほんま。まあ、大概せよ、お前球場バリア食らわせるぞ、ほんま。まあいいでしょう。また中国がやってるみたいです。はい。というわけで、NATO 軍である我々は懲らしめに行きましょう。みたいな感じでしょ。なあ、スコット。よろしく。今回自衛隊実況じゃないんで、上官にもバンバンタメ口使っていくんで。はい。Yes。うん。Meanwhile, we will act as the NATO stabilization. We don't know much as yet about other armed groups operating in the area, so you will assume all encounters are hostile while we develop further intelligence. はい。まあ、よくわかりません。が、まあ、なんか中国軍がやらかしてるんで、まあ中国軍に我々の遺憾の意を伝えろと。まあそういうことでしょう、ボブが言いたいのはね。はい、やっていきましょう。お、あー懐かしい。なんかもう CG ってか、これもうポリゴンだよね。うん。あー、さあやっていこうか。状況開始臭いんで、はい、はい、かましていきましょう。お、始まったか。ああ、やっぱちょっとグラ荒いな。うん。まあもちろんプレステよりマシだけど。で、これね、なんか操作性がかなり、まあ4、1とかと違ってまして、バトルフィールドシリーズも。なんだったかな。なんか R2 で姿勢変換。あ、そうだね。1回押しでしゃがみで、2回押しで伏せ。はい。で、R1 でジャンプ。これはまあバンパージャンパー。で、射撃は R1。はい。あ、L1 だ、ジャンプは。間違った、ごめん。で、R1 が射撃。で、R2 が武器変換かな。で、再装填が丸ボタン。はい。で、ってなると、まあ、四角はなんじゃねん、罰はなんじゃねんって、まあ話になると思うんですが、よくわかりません。まあ、キーバインド変えれるやつがあれば、うん、まだそんな効果でもないよな、キーバインド変えるとか。はい、キーバインドっていうか、まあ、ボタンの配置ね。なんだこの感度のゲージは、パーセンテージじゃないのか。まあ、こんぐらいかな。はい。
というわけでやっていこう。あ、そうか、R3 で、ADS か。はいはい、了解。うん。まあ、とにかく、うわなんだこれは？ホットスワップ。あ、四角で何、やりながら覚えていこう。わからない。はい。射撃とジャンプと再装填、これができればバトルフィールドシリーズはなんとかなる。はい、というわけで前方的3兵2名単発じゃない、連発反動な銃やば、全然反動がない。まあ初期武器だからかな。え、あ、死んだわ、マジか、また何これ、あれ、ゲームオーバーにならないの。おお、え、これ無限リスポーンゲーですか。あ、ちょっとまあまあまあやっていこう。慣らして、やりながら慣れていこう。それが一番早い。はい。で、四角を押すと、なるほどね。これがホットスワップ。なんか乗り移れるらしい、他の兵士に。いいね、ちょっとこれ面白えぞ。てか、この兵士、味方の兵士の頭上にあるあのマークってもしかしてこれ陛下か。これなんだ、ちょっとわからんな。公平とか、スナイパーとかいるのかな、うん。まあ、ちょっとやっていこう。はい。敵、装甲車、マジっすか。あー、敵の TK 撤退である。ちょっと待って、これどうしようか。いや、どっかにね、公平がいるはずなんだよ。ってなると。うん。あ？スパナのマーク、これ公平だろ。BF 伝統のマークよ。何これ。あ、武器遅延の説明か。ちょっと一旦隠れよう。で、R2 で、あ、あったあったあった、これは相撲か。相撲じゃねえな、これなんだ。84だ、うん。84RR。撃て。まあ、カール・グスタフってやつだね。はい。というわけで、あっち一人 ?OK、あと1章だろ。はい、くだばりな。古いな、時代を感じるよ、お前。84RR とかもう今時自衛隊も使ってないぞ。というわけでやっていこう。で、どうなってんだ、まあ、言われた通り、敵の TK は撃破したけど。あ、戦車戦車、俺が乗る、俺が乗る、どけお前、俺に体をよこせ。よし、あ、乗れた。すごいね、昔の BF。 ちゃんとキャンペーンでもコンクエストしてて好感が持てるよ。まあ、もちろんグラとか置いといて、それはしゃがないから。はい。ああ、なんか上、左前ヘリっぽいのいるな。あれ、おほほほ、ミサイルぶっ放してきてる。一応撃ち落としてやるか、手法で。ええ。いや、硬くね？ちょっと硬いね。いやー、外したか。一応弾速丸っぽいね。4のヘリだったら戦車の手法2つで落ちるよ。あ、やば。歩兵のラムもう一発食らってもまだ生きてる。死ね。オッケー、敵のヘリ撃破。で、あの緑の矢印の方向に行けばいいのか。うん。了解了解。お、あれ敵の装甲車両だ。よーし、オッケー、なんだ。まあまあ、わざわざ前に来てくれてるとは。まあ、そこはね、まあ、バトルフィールドの AI、まあ、昔からアホということで、はい、よろしくお願いします。で、これでどうすればいいんだろうか。もうそろそろ歩兵戦といくか。あいつだ、おーし、かましやろう。あー、こいつ体力やばない。ちょ、お前に、お前体を起こせ。ちょ、あいつ体力やばいからダメだ。いや、俺が死んだらなんか5000ポイントぐらいマイナスされてたから、どうせやらかゼロになったら負けなんでしょう。はい。で、いや、反動マジでないよこれ。うん、ただね、ちょっとプレステ2のコントローラーのジョイスティックの、お、状況終了、やったぜ。はい、まあ、そのジョイスティックの感覚が小さいからエイムはしづらいけど。さあ次だ。え、どうすればいいんだ。うん、あ、そうなの、ちょっと待って、あ、カウンタースナイプね。はい。さて、なんかまあ敵を狙撃していけばいいっぽい。けど、どうだ、わー、来たな、お前。いきなり出てくるな。まあ普通いきなり出てくるか、敵って。今から行きますよ、とか敵いないか。はい。それもそうだな。はい。やっていこう。で、なんかヘリの音がする。で、ミニマップにもね、多分一瞬ヘリが映った。
あまあまあ詐欺歩兵やろうか。なるほどね。こうやって車線を他の兵士で確保しながら状況を完了していくといった感じで。 OK。 あ、やばい、ちょっと待って、再装填中。まだれ。これ腰打ちどうな、あ、当たるんかい。やば、腰打ち制度。ほぼまっすぐ飛ぶやんけこれ。 ADS いらん、いらんやん。あ、でも動いてたらちょっとわからんけど。さあ、あっちに降下中の敵だし、ああ射撃をしていくといった感じだ。 OK、 もういないか。いないな。あれめんどくせえな。ヘリ抜きできるのかな。 BF シリーズ伝統のヘリ抜き、ダメか。 OK、 やったぜ。もう一人、あとパイロットだけは。ちょっと変な方向行ったな。まあいいだろう、歩兵の殲滅に戻ろう。で、あそこに一人、はい、ワンショー。あとはで、ケツに2名か、1人、2人、 OK、 EM だ。お、地形だお前。おい、しんどけ。さあ、はい、ナイス。で、あとは、あ、あの屋根の上、了解。はい、これセミオートライフルかな。またヘリ出てきたよ。もう一回ヘリ抜きチャンス。ヘリ抜きチャンス。弾がない。はい。どっか行く前にヘリ抜きさせろ。了解。はい、ドライバーパイロット1名殺害。ナイスイム。で、あとはもういないか、屋上には。うん、あ、道路にいるな。了解。行って。で、こっちに来てる敵に対し、攻略者。お、ドライバー抜きやりたい。あのドライバー抜きたい。抜きたいね。非常に抜きたいね。抜かせられ。撃てい！あ、ダメだ。抜いた？あ、抜いた。やば。うん、馬俺。まあ、キャンペーンだけど。あ、逃したから。で、こう、まあ、敵が、遮蔽物を利用して隠れたら、他の兵士を使って有効な車線に移動するといった感じで、こいつ体力やばいな、いつの間にか。うん。敵の NPC に削られたか？なんか。遮断が飛んできたけど、これはどっちからかな。お前か、近い。近い。よし、オッケー、やったぞ。ナイスか、オッケー。さあ、お、あ、状況終了ですかね。なんかムービーが入りました。おー、やれやれ、お、全部しばき散らしまい。ナイスエリ、ナイスガッツ。おぉ、派手でいいね。オッケー、自分を責めるな。あれ、あのヘリ敵。あ、でもなんかミッション終わったっぽいね。めっちゃ応援してたけど、あのヘリ敵やんけ。はいはい、ああ、お、めっちゃメダルもらうやん。まあ、あれや、あの、北朝鮮の将軍さんみたいにゴデゴデになるで。そのいっぱいメダルもらっちゃったら。はい。お、はい、貸し借りになったところで今日はこれまでにしたいと思います。また需要があればですけど、続き上げていきます。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。では。